こんにちは、リスナー。心霊現象に興味があって私のとこに来たんだよね。ちょうどよかった。実はさっきの配信で撮った動画の編集が終わったところなの。これで証拠を見せられる。動画を見る前にあんたに聞きたいことがあるんだけど、うん、あなたは幽霊や鬼の存在を信じますか？私を信じないなんてもったいないな。だってこれから見せる動画が先週は霊に満ちた場所だって証明してくれるからね。さ、おしゃべりは終わり。見て、これが昨日水炎で配信した時に起こった心霊現象だよ。みんな、ケイちゃんは今ラフ一怖いって言われてる心霊スポット水炎に来ています。お願い、チャンネル登録とグッドボタンでケイちゃんを励まして。ここ最近よく変なことが起きるって。お金を私を守るって言ったじゃん。本気憲法じゃ切れないこと起きれないよ。え、今何か通らなかった？大丈夫、私がいるんだから。この後、私とスーちゃんは水炎を追い出されちゃったんだけど、あんたは大事なところに気がついた？ああ、それは編集。少し編集したの。何が起こったのかはっきり伝えるためにね。それより、一番肝心なのは。よく見て。この問題の対処に来たのは地甲子でも運気軍でもなくて獣王子の半眼だったんだよ。あんたもう長いこと泉州にいるのに獣王子のこと知らないの？泉州で最も謎めいた組織だよ。獣王子の捜査官はどこからともなく現れ、気がつけば忽然と姿を消してしまう。彼らが現れる場所では必ず大事件が起こってるんだから。要するに
あの人たちが水苑に現れたのは戦士を揺るがすような大事件があったからに違いないってこと。そうそう、これで私はマーケティンガー家じゃないって信じてくれるよね。ところでお姉さん、少し時間はあるかい？どうかな、二人だけで水苑を探検してみるというのは。今度こそ真相にたどり着けると保証しよう。ハイリスクハイリターンハイネームバリューってね。成長していく中で人は未知のものに対する好奇心をどんどん失っていく。私は自分がそんなつまらない大人になることが許せないの。幽霊が出没するのは未練があるからか、それとも新たな災いが起こる前兆なのか、あんたは気にならない？そう怖がらなくても大丈夫。いざという時は私の後ろに隠れていいから。手合わせし、てみない？鬼だの何だの、僕は出勤時間がどうかした？レンジフードの掃除から精査の修理まで。うわ、真っ暗。なんか暗がりから誰かに見られてるような気がする。ねえ、水苑に幽霊が出るって噂は聞いたことある？うん、確かに今は長話をしてる場合じゃないもんね。安心して、私が一言で説明してあげる。水苑はもともと古族の職人が作った遠林道展だったんだけど、いつからか古民塚に戦死した古族の飛行士を弔う人たちが現れるようになって、だんだん水苑には幽霊が出るって噂が広まっていったの。幽霊の噂なんて眉唾に聞こえるかもしれないけど、今回獣王氏の人間が介入したのは紛れもない事実だからね。それじゃこの先は何かあったら迂回して進むようにしよう。幽霊はともかく、半眼にあったら確実に追い出されて今回の旅が無駄になっちゃうから。さて、説明も終わったことだし早速出発しよっか。あ、足元に気をつけてね。獣王子のメイサが見回りをしてるから別の道から行った方がいい。まず古民塚に行って、それから断交林に回り込もう。ちょ、待って待って待って、あっちは獣王子のメイサが見回りをしてるから
別の道から行った方がいい。まず古民族。Huh?
と共に散れ、スターレイファントム。ふん、2倍速ってこんなもん。ピッ、イエス。まだオープンしてないの？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 ケチ、もう少し多くてもいいのに。誰かいるみたい。迂回しよう。まだオープンしてないの？
100% 弱点撃破。お前しない。し全速えぇ、イエッ、ガツンと来るやつで行こう。そうよ、一体人事はなす。止血しないと。陰陽転換、蝶と共に散れ、スターレインファントム。2倍速ってこんなもん。蝶と共に散れ、スターレインファントム。深呼吸。特にどうする。抵抗するな。陰陽転換、次補給だよ。よし、消化勝利。手段を選ばない。えい、人事はなす。ガツンと来るやつで行こう。やっ、危険度は、やっ、危険度は、ふん、2倍速ってこんなもん。潜伏、はっ、蝶と共に散れ、スターレインファントム。もう出なくちゃ。止まれ。ちょ、待って、ちゃんと説明するから。お前たち何者だ、なぜここに来た。直ちに逮捕する。立ち入り禁止区域に侵入した不審者は逮捕してから尋問することになっている。例外はない。立ち入り禁止区域？水野がいつからあんたたちのものになったの。次、次、引き刺されちゃった。ふん、2倍速ってこんなもん。人事はなす。へえ、はっ、補給だよ。ガツンと来るやつで行こう。いい、蝶と共に散れ、スターレインファントム。やっ、潜伏、苦しき、はっ、よっ、ギラーは特にどうする、抵抗するな。ふん、2倍速でこんなもん。よくぞ。
深呼吸。消化消炎。次よし。幽浮部弁、下がりなさい。この二人に悪意はない。はっ、半眼様。ねえ、見た？このお姉さん、顔が青白くて目がうつろ。もしかして幽霊なのかな。獣王氏に所属している以上、私のことは死人と思ってもらって構わない。私の替え名はカンア。半眼としてコウ、サ、ケイ、モンの支部のうち最後を担当してる。だからあなたたちのことも何も知らないわけじゃない。ケイナイフン、種族の民、無職。先日雲気軍の師匠と一緒に水苑に入り込んだ。え、無職？いやいや、私は大道芸人で時事ネタを探してる配信者だよ。少なくともまともに仕事してるから。それからそっちは？あなたは請求列車の乗員で、新作府の客人、雲気軍を手伝い剣木の災いを鎮めた同盟の友人ですね。この人が請求列車の七死人？聞かせて、ケイナイフン。ここに戻ってきた理由は何？理由は特にないっていうか、ただしばらく更新してなかったから心霊関係の動画を撮ろうと思ってきただけで。泉州には幽霊などいないと言ったはずです。泉州の住民である以上、そのような迷信に惑わされ、いたずらに噂を広めてはいけません。でも見たんだもん、鬼火が飛んでキーキー笑ってるところ。それにスーちゃんだって。さ、ちょっと説明が難しいんだけど、あれはあなたが思ってるような幽霊や妖魔じゃないの。ケイナイフンさんは今故郷の伝説を泉州にも当てはめちゃってるんじゃないかな。あのいたずらをする者は採用って言って、すごく危険なエネルギー寄生物なの。本当？信じられない。採用？何それ。あ、わかった。泉州では幽霊のことを採用って呼んでるんだね。そういうことだよね。やっぱり尻尾に出てきてもらうしか。尻尾。はいはい、聞こえてるっつーの。うっせえな、ったく。俺様は人間に飼われた珍獣じゃねえってのに。尻尾？俺様が採用、お前が幽霊と勘違いしてる存在だ。これで分かったか？分かったならさっさと失せな。するために来たはずなのに、いざ本物を見たら大騒ぎするなんて。深呼吸。ケイちゃん、冷静になって。深呼吸。こちらの尻尾様とおしゃべりさせてもらってもよろしいでしょうか。うっせろっつっただろ。お前に付き合ってる暇なんかねえんだよ。
空気が読める小娘じゃねえか。まだ引けない。こんな機会めったにないもん。ハンガン様、この炎団子は一体何なの？一般人に危害を加えない保証はある？何か対策は？それにどうしてハンガン様がこんなものを身につけてるの？会うべきものにはあったでしょう。ハンガンには他にも仕事がありますので、フォフォ、二人を送ってあげてください。はい。お姉ちゃん怒らないで。お姉ちゃんは普段から任務で人と接する機会が少ないから。ここは私に任せて。ちゃんと説明すればこの人たちも自分から帰ってくれると思う。今の水炎の異常はいくら私たちが隠そうとしても注目されるのは避けられない。ここでこの二人を乱暴に追い払ったところできっと諦めきれなくて後で戻ってきちゃうだろうし、その時今日みたいに運よく私たちに会えるとも限らない。大丈夫、私に任せて。お姉ちゃん、二人とも構造士の増加航路が壊れたことは知ってると思う。そのせいで航路の中に封じられていた西洋という妖魔が逃げ出してここに潜伏してるの。獣王子は今それを追って捕らえるよう命令を受けてる。だから早くここから離れてほしい。これはあなたたちの身の安全のためでもあるから、質問があったら私に聞いて、できるだけあなたたちの好奇心を満たしてあげる。でも質問に答えた後は秘密を守っておとなしく水炎から離れ、二度と戻ってこないって約束して。話のわかるハンガン様、ありがとう。聞いたらすぐここを出ていくって約束する。因果伝の6時として全知全能とまではいかないけど、あなたたちの好奇心は満たせると思う。さあ何でも聞いて。牧師の分類によると、西洋は天外から来たエネルギー気生物、鬼火の形をした聖火の精。例えるなら火に向かって飛ぶ虫かな。ただ西洋にとっての熱源は他でもない感情を持つ生き物の思想なの。うん、西洋は知的生命体に寄生して宿主の経験を糧に感情を味わうのが好きだから、西洋は少しずつ宿主の神経系に根を張り、その内なる欲望や弱点を利用して妄想天道に陥らせ、人を操る人形のようにもてあそぶ。そして宿主は西洋の言いなりになる。私たちはこの乗っ取られた状態を脱者と呼んでる。ここまで来ると寄生された人の頭の中にはもう過去の自分じゃなくて、自分と似ているようで全く異なる西洋しか残ってない。やがて宿主の体は西洋によって燃え尽きた薪のように消耗していくの。おい小娘、持ってなんだ持って。俺様が一番危険に決まってんだろうが。尻尾はカンア様の手で私の尻尾に封印されたの。だから他の人に危害を加えることはない。厄介なのは西洋は肉体を持った生き物じゃないから完全には滅ぼしにくい点。だから増加航路が治るまで獣王子はこの肺炎に速形退社陣を設置して妖魔たちを閉じ込めようとしてるの。見ての通り速形退社陣はまだ未完成で、逃げた西洋も全部は回収できてない。ここはとても危険だから
半眼のフォフにあなたたちを遠隣から連れ出してもらう。全部は回収できてない。それって先週の他の場所で起きた心霊現象も西洋と関係があるかもしれないってこと？半眼様、私は耳が早いから何か役に立てるかもしれない。必要ありません。関係者以外今すぐここから立ち去ってください。その、そろそろ行こっか。この水煙では様々な異常現象が起きてる。獣王市でもあなたたちの安全は保証できない。早くここから離れた方がいい。ここに長居すべきではありません。今すぐ立ち去ってください。幽霊に西洋に脱車？頭に棒を突っ込まれてめちゃくちゃにかき回されたような気分。でもよく考えてみたら都市伝説の幽霊の話とはあんまり変わらないか。エネルギー寄生物とかちょっと害虫みたいに聞こえるけど、全然ミステリアスでもないし怖くもないかも。そうだね。まあ視聴者たちは詳しい事情を知らないから、西洋だろうと幽霊だろうと変わらないと思うけど。ああ、好奇心は満たされたけど余計に疑問が湧いてきた。でも半眼様に帰るって約束しちゃったし、破るわけにはいかないよね。ちょっと待って、尻尾の動画を撮って、水煙の不気味な鬼火、憑依された無垢なる孤独の少女ってタイトルをつけてアップロードすればかなり話題になりそうじゃない？ねえ、私に力を貸してくれる？あんたって優しいよね。それじゃ行こう。
サプライズってわけ。出発してもいいかな。うん、尻尾は尻尾に封印されてるから。封印封印、いつかお前の手でその封印を解かせてやる。私だって尻尾と一緒になりたくてなったわけじゃないもん。うん、もう出発していい？うん、じゃあ行こう。こっちの道から行こう。こっちの方が近いから。フォフォ、尻尾を呼んで一緒に写真を撮ってもいい？ケイナイフンさん、今は公務中だから。静かすぎてだんだん怖くなってきた。しっかり私についてきてね。よし、はっ、よし、はっ。今の聞こえた？変な音したよね。お化けだー。うわー、どうしたの？ちげえよ、この弱虫が。俺様は何も見てねえ。ところで、ケイナイフンさんは？ケイナイフンさん、まさか迷子？自分のことを心配した方がいいんじゃねえか。この辺りの空気なんかおかしい。怖い。あの、もう少し近くに来て、あなたまで迷子にならないように。フォフォ、しっかり私についてきて。フォフォ、まずい、フォフォまでいなくなってる。これは鏡？不気味な感じがする。いや、ここは、私は今どこにいるの？水煙の中？いや、何か違うような気がする。とにかく先に進んでみよう。
この道はさっき通ったはずだけど、この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。気づかないうちにまた戻ってきたの。この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。私、戻ってきたの。この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。この道はさっき通ったはずだけど、この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。この道はさっき通ったはずだけど、この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。どうやら気づいたみたいだね。ここでは全ての道が謎に包まれている。さあ迷子ちゃん、ここから離れたくて仕方ないんでしょう。それなら私のところにおいで。お前から特別な匂いがする。お前、水煙の落ち葉はささやき、炎は泣きながら教えてくれた。ある強大な肉体が近づいていると。その体からは元老と戦った気配がするとも言っていたけど、お前が元老を追い払ったやつだったなんて。いい、強い。お前の存在を感じるだけで美味しくて震えが止まらない。味見してもいい？一口、ほんの一口でいいから。早くお前を味わいたくてたまらないんだよ。普通の気候じゃないの？もちろん私の意のままに踊る困りじゃあれ。粉々に叩き潰せ。お前の闘志ピリピリしてて癖になる。ルールは破るためにある。よくやった。でもさっきの戦いでお前の生きる意欲はかきたてられた。
それを招待状にしてしばらくお前の体に取り付かせてもらおうかな。お前落ち着いてるね。ふわふわしたお菓子みたい。なんだかこの体は自分のものじゃないとでも思ってそう。お前なんでそんなにのほほんとしていられるの？それにお前の体の奥底にある、それは一体何なの？太陽？うわ、熱い！まあいいか、あまりここに長居はできないから、しばしの協力関係ってことで二人で仲良く過ごそうね。私のことはフエンと呼んで。私はここから出たいだけだから、お前を傷つけるような真似はしない。今の状況を説明してあげる。先週人はお前が遭遇したことを気打症と呼ぶの。そのまま進み続けても何の意味もない。だから私がお前を助けて、ケイエンが仕掛けた現象迷宮から脱出させる。その代わり、お前は私が獣王子から逃げるのを手伝う。お互いに助け合って、誰も借りを作らない。どう？見ての通り、私はここの主じゃない。この迷宮を仕掛けたのは別の西洋で、名前はケイエン。残念だけど、お前を助けられるのは私しかいないの。あの迷子の狐ハンガンが残した紙布？そんなもの、何の役にも立たないよ。私が取り付いた今、お前は普段なら見えないものを見ることができる。私抜きじゃここから出られないって言ったでしょ。それに別にお前の意見を聞いてるわけじゃない。お前を尊重してこの体を勝手にもてあそんだりはしないから、目的を果たしたらすぐに出ていく。さあもう一度あの主婦の小人たちを見てみて。今なら次に進む方向がわかるはずだよ。シフの小人たちを探して。あれはハンガンのお友達が残した余計な手がかりだからね。私を信じて。私もお前と同じでここから出たい。お互いに利用し合う仲なんだから。私を信じなくても構わない。どっちにしろお前は私を振り切れないしね。
よし。お前の目に見える紙人形を浮き上がらせたの。もっと気を配りなさい。あっちに紙人形がたくさん。きっと半眼のお友達が残してくれた手がかりだろうね。行ってみたら？この視界和本が現象明鏡に現れたのには理由がある。和本の中にここから脱出するためのヒントが隠されてるの。覚えられなかったらもう一度見てもいいからね。礼儀を欠く行為、扉は開けられない。帰るがいい。
礼儀を書く行為。どうやら礼儀というものを知っているようだ。中へ入るがいい。どうやら準備は整ったみたいだね。これからここを脱出する。この道はさっき通ったはずだけど、この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。ここの道、何かの幻覚で歪んでるみたい。この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。気づかないうちにまた戻ってきたの。この辺りをもっとよく観察すれば今の状況から抜け出せるかもしれない。ここの道、何かの幻覚で歪んでる。普通の気候じゃないの。もちろん私の意のままに踊る駒に。やれ、粉々に叩き潰せ。お前の闘志ピリピリしてて癖になる。ルールは破るためにある。それをしょ。ほら、お前は私が今まで取り付いてきた奴らとは違う。お前の心配、私の子、今の状況を説、だから私が、主婦の小人たちを探して、
あれは半眼のお友達が残した余計な手がかりだ。お前の目に見えるか、わかった？この視界話本が現象迷宮に現れたのには理由がある。話本の中にここから脱出するためのヒントが隠されてるの。覚えられなかったらもう一度見てもいいからね。礼儀を書く行為、扉は開けられない、帰るがいい。礼儀を書く行為、扉は開けられない、帰るがいい。はっ、いや、どうやら礼儀というものを知っているようだ。中へ入るがいい。どうやら準備は整ったみたいだね。これからここを脱出する。出口は目の前、あとは進むだけでいい。待って、私たちの取引を覚えてる？獣王子の半眼から逃げるのを手伝うって約束だったよね。この距離からでも彼女の塩辛い恐怖が味わえるのに、なんであんな臆病者が半眼になったわけ？厄介なのは彼女についているあれだね。あいつとは顔を合わせたくない。あの半眼の小娘は放っておいて、二人でここから出よう。もう探さなくていいんじゃない？今頃は系内風も西洋に食われてるだろうし。そんな洋の気に満ちた系内風さんまで。それじゃあ私はもっと狙われやすいんじゃ。そう、あなたならきっと出口を見つけられるよね。お願い、私も連れて行ってください。見てらんねえな。
獣王子の半眼ともあろうものが人に助けを求めることしかできねえのかよ。尻尾だって私は半眼に向いてないって知ってるくせに。獣王子で働いてれば少しずつでも勇気が湧いてくると思ったのに、やっぱりダメなものはダメなんだ。チッ、この役立たずが。なんでこの俺様がお前なんかに封印されたんだ。いつも威張るばっかりで、今日なんて一緒に罠にはまっておいて、一体どっちが役立たずなの。ついてきても無駄。私はあんたを残してここを出ていく。じゃあね。そんな、行かないで。私も連れて行って。はあ、生命分類の観点から見ればお前の方がその言葉に近いと思うけど。獣王子は本当に人を選ばないんだね。あんたみたいな出来損ないでも半眼になれるなんて本当に笑わせる。おいおい、いい加減にしろ。こいつをバカにしていいのは俺様と半眼だけだ。分かったか。あ、いや、なんだ、盗塁の匂いがする。てめえ、不縁か。操り人形の体に隠れて腹話術とか、相変わらず雑魚にふさわしいやり方だな。あー、おかしい。面白すぎて本当に笑える。てっきり航路で苦しむ運命から逃れたものだと思ってたのに。まさか大西洋良源の一番過激な断片が泣き虫な小娘の体に封印されて番犬として働いているなんて。あ、いやいやいや、それも違うか。今のお前は番犬ですらない、ただの尻尾だもんね。尻尾、尻尾、尻尾。調子に乗りやがって。さっさとその小娘の体から出ていけ。さもないと俺様が食ってやる。いや、怖いなんてね。今のお前はその半眼の体から離れることもできないんでしょ。そいつを丸ごと飲み込むことも逃げることもできない。しっぽ様、おかわいそうに。くそったれ。おい泣き虫、早く何とかしろ。七死人さん、この四方を体に貼って。太陽は短期間で人間の体を完全に支配することはできないの。司法を使えば一時的にあなたへの影響を抑えられる。おい小娘、さっさと慰めてやれ。こいつの鳴き声、途切れ途切れの蚊の羽音よりやかましい。摂取するのは楽しいですかって聞かれたとして、お前はどう答える？
しいに決まってるじゃない。西洋は人間の感情を刺激するのが大好きなんだから。私たちの約束を忘れないでね。目的が達成された時だけお前の体から離れてあげる。はあ、まさか私が見えるからって憑依が解かれたとでも思ってるわけ？甘い。ウエンの言葉は大げさだが、あいつを傷つけたことは事実だ。お前ちょっと慰めてこい。俺様に慰めろって？冗談じゃねえ。誰が自由だって？俺様の行動範囲はこれっぽっちしかねえ。これを自由に動けるなんて言ってるわけじゃねえよな。そもそも尻尾に封印されてなかったらこんなところでお前らとままごとなんかやってねえっつうの。こっち見てないでさっさとあの泣き虫を慰めに行ってこい。待って、わかってる。聞きたいことがあるんでしょ。女の子をいじめるのは楽しいし、私は憑依を解いてない。だから無駄な努力はやめておきなさい。しがり屋で、尻尾に取りつかれてから私の人生はずっと悪夢みたいだった。学生時代なんていつもなんで尻尾に火がついてるのって聞かれてたし、人混みの中を歩いてるとずっとスポットライトを浴びてるみたいに目立っちゃうし。全部俺様のせいだって言いたいのか？あの時おとなしく俺様に食われてりゃそんな風に悩む必要もなかっただろうが。それから中央市に入ってみたらみんな変な人ばかりで、やっと自分の居場所を見つけられたと思ったの。でも中央市の仕事は危険すぎる。毎日毎日いろんな化け物や悪党と戦わなきゃいけない。私本当にこの仕事に向いてない。もし生きて帰れたら中央市に辞表を出そう。西洋を怖がってる人に西洋を抑えろなんてどう考えてもおかしいもん。本当にごめんなさい。私、あなたの力になれそうにない。役に立てたなら、よかった。聞いただろ？分かったらもう泣くな。お前は役に立つ。もちろん、お前が残した神人形もな。やってらんねえ。もし俺様が自由に動けたら速攻で不縁のクズを食って
お前みたいな泣き虫も丸呑みにしてやるってのに。残念だね、しっぽ。お前も私ももう昔とは違う。あの頃の力が残っていれば、この元凶どころか、これを作った慶円さえ一口で食べれたのに。あの頃の力？あれ？しっぽ、その泣き虫、お前の過去について何も知らないの？小娘、人間が集まる場所を探すはずの西洋が、どうして今この寂れた水苑に集まっているのかわかる？飲み会とか。千年前、この水苑は大西洋良源とある将軍が激闘を繰り広げた場所だった。航路は砕け散り、西洋は逃げ去った。かつて良源を構成していた西洋の断片たちは皆、再び将軍と戦うという悲願を胸にここに戻ってきたの。あの戦いは天地を揺らした。良源は変幻自在で水と炎を操り、山を砕いては雷を落とし、あの将軍と互角に戦った。本当に互角？あの時、ラフを代表して西洋との戦いに挑んだのは東行という将軍だった。獣王氏の記録によると、良源は東行っていう将軍に惨敗したことになってるけど。そりゃ人間の記録は将軍の功績ばかり称えるに決まってるじゃない。残念ながら大西洋良源は無数の同胞たちから力を吸収したにもかかわらず、人間の狡猾さを甘く見たせいで、その将軍に惜敗しちゃったの。その戦いの後、再び形を作ることができなかった良源は、バラバラの異なる断片となって散らばり、増加航路に封じられた。でも何事にも例外はある。しっぽ、お前は脱走して自由になったと思ってたけど、まさかこの小さな狐娘に調教されてるなんてね。本当に笑わせる。調教じゃねえ、落ちぶれた時に偶然この小狐に出会っただけだ。運が悪かっただけだっつうの。小さい頃、ラフの片隅で虫の息の炎を見つけて、私かわいそうだなって思って、その炎を自分の尻尾に乗せてあげたんだ。なのに尻尾は私を食べようとしたの。間一髪のところで現れた半眼たちのおかげでなんとか命拾いできたけど。お前なんざ腹の足しにもなんねえっての。食べるってのは少し大げさじゃねえか。それから今日までの間、どんなに後悔して涙を拭いてきたか。きっとあの頃は頭がおかしくなってたんだ。絶対そう。面白い。でも尻尾の思い通りにならなかったのは残念。そうでなければこの小娘の体を借りて良源みたいに泉州で大暴れできたのにね。必要なの？もっともらえ
詳しい理由が聞きたいなら、泉州は西洋の祖先を閉じ込め、自分たちに動力を提供するよう迫ったから。この理由で納得できる？もっと簡単で率直な理由が聞きたいなら、私たちは将軍と戦って泉州人の腕を確かめてみたい。ただそれだけ。私たち西洋一族はもともとのんびりした生き物だったの。でもお前たち人間に触れたことで人間性の病にかかった。全部人間のせい。どこまでも強烈な感情と欲望を持っているから、私たちは二度と純粋で汚れのない状態には戻れなくなった。だから私は自由を取り戻したい。天涯に帰りたい。ねえ尻尾、断片たちと再会するのも一生尻尾でいるのも嫌なら、私と一緒に空の彼方へ帰らない？口三味線だな。悪者、何か企んでるなら諦めて。尻尾は中央市の半岩に封印されてるから逃げられないの。もちろんあなたも逃げられない。うわー、あっちの扉が勝手に開いた。何ビビってんだ。ちょうどよかったじゃねえか。ほら中に入ってみるぞ。ここにもさっきと同じ和本が置いてある。ここの謎と関係あるのかな。一緒に歩いてくれる人がいるとちょっと落ち着く。正直足が震えてうまく立てないの。帝宮様のご加護を。帝宮様のご加護を。礼儀を欠く行為、扉は開けられない。帰るがいい。
どうやら礼儀というものを知っているようだ。中へ入るがいい。見て、扉の向こうに鏡がある。引っ張り込まれた時も同じ鏡があったような。その声、フォフォですか？こちらへ来てください。どういうこと？鏡の中から人の声が聞こえた。この声、知ってる気がする。フォフォ、鏡の中にいるのですか？やっと見つけました。雪衣様！水炎が得体の知れない力に飲み込まれてしまって、とにかく気をつけてください。私、まだケンナイフンさんを見つけられてないんです。どこに行ったのかわからなくて。まずはあなたたちをそこから出すのが先です。さあ、鏡を通ってこちらに来てください。ここは水煙の上空？おや、鏡がいっぱいだ。もしかして。その通りだ、小娘。この場所は絶えず変化してやがる。俺らの脱出を防ごうとしてるんだろうな。でも、きっとこの鏡の中に脱出できる出口があるんだよね。みんなで一つ一つ見てみよう。本当に役立たずですね。出口はここです。早くこちらに来なさい。雪衣様は少し冷たいけど、私にひどいことを言ったりしない。これは雪衣様っていうより尻尾に似てるね。中言は耳に逆らうってやつだ。他の鏡も調べよう。でも、ここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。状況はどんどん悪くなっています。なぜまだ出てこないのですか？もしかして中で何かあったのですか？この鏡の向こうにいるのは本物の雪衣様みたい。本物の？つまり元凶の中には偽物がいるということですか？なるほど。恐れる必要はありません。フォフォは私のことをよく知っていますから、本物か偽物かの区別もつくでしょう。でも、もし私に見分けられなかったら。今は自分を信じるしかありません。さあ。でも、この鏡はさっき通ったけど。フォフォ、
こちらに。お姉さんのところに来なさい。あのクグツハンガン、こんな気色悪いこと言うタイプだったか。他の鏡を調べてみよう。でもここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。この鏡はさ、水炎の状況はどんどん悪くなっています。なぜまだ出てこないのですか。もしかして中で何かあったのですか。この鏡の向こうにいるのは本物の節衣様みたい。本物の、つまり元凶の中には偽物がいるということですか。なるほど。恐れる必要はありません。フォフォは私のことをよく知っていますから。本物か偽物かの区別もつくでしょう。でももし私に見分けられなかったら。今は自分を信じるしかありません。鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。カンは、それは誰ですか。あ、なんでもない。聞かなかったことにして。人には言えない秘密があるのでしょう。別にコネで入ったわけじゃないもん。じゃあ私たちは。でもここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。さあ、フォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。カンアは私の妹ですが、これだけでは真偽を確かめられないでしょう。他の質問に変えてください。獣王が直を報ずる。メーサ・フォフォは
芸に精通しており、誠に勤勉である。資質不足のため、業務に当たるにふさわしい。従って、即日判官に抜擢する。抜擢の公文書を今でも覚えています。うん、間違いない。この鏡の向こうにいるのは、きっと本物の摂医様だ。じゃあ、私たちは…でも…さあ、フォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。私たちは二人とも獣王氏の半眼、当然同僚でしょう。私たちをここに閉じ込めた西洋は、摂医様とカンア様が双子の姉妹だって知らないんだ。私たちは二人と…私たちをここに閉じ込めた西洋は、摂医様とカンア様が双子の姉妹だって知らないんだ。彼女の尻尾には強大な西洋が宿っている。あれは私が夢にまで見た力です。どんなに時間が経っても尻尾はモテモテだね。お前は黙ってろ。じゃあ私たちは…でも…ここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。さあフォフォ、鏡を通って私の元へ来てください。ちょっと待ってください。本物か偽物か確かめるために質問がしたくて。カンアは私の妹ですが、これだけでは真偽を確かめられないでしょう。他の質問に変えてください。獣王が直を報する。メーサ・フォフォは芸に精通しており、誠に勤勉である。資質不足のため業務に当たるにふさわしい。従って即日判官に抜擢する。抜擢の公文書を今でも覚えています。うん、間違いない。この鏡の向こうにいるのは、きっと本物の摂医様だ。じゃあ、私たちは…また鏡か。気になれな。フォフォ、早く通ってください。これが最後の鏡です。まずは、私についての質問をしてみよう。今夜の行動が終われば、フォフォは免職になるでしょう。彼女に獣王氏の仕事は向いていません。本当？じゃあ、退職届は出さなくていいんだ。バカか！嘘に決まってんだろ。たかが妖魔、私に食われるのが筋ですね。ほーら、尻尾を出しやが。じゃあ、私たちは
ここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。フォフォ、早くこちらへ。鏡を通ってください。まずは私についての質問をしてみよう。彼女の慎重な性格は獣王子の宦官にふさわしい素養と言えるでしょう。臆病を慎重なんて言って褒めるやつは初めてだぜ。気色悪くて吐きそうだ。両弦の最も強い断片、長い年月が経っているというのにこれほどの実力があるとは驚きました。はっ、今の一言でお前の目的が分かったぜ。フォフォ、早くこちらへ。まずは罪人を逮捕する宦官として、臆病な性格は職務怠慢に等しい。あなたたちが元凶から離れた後、私が厳しくしつけましょう。あれ、今の話し方なんだか節意様っぽくない。バカな、偽物に決まってんだろ。この任務が終わったら、彼女の尻尾も回収して沈黙するつもりです。ふん、この偽物が。待ってやがれ。ここから出たら真っ先にお前をとっちめてやる。じゃあ私たちは。でもここは正しい場所じゃない。私たち間違った鏡を選んじゃったみたい。見分ける能力には自信ないけど、この3つの鏡の中に本物は一つもなかった。鏡の中の節意様も私の知ってる節意様じゃなかった。あの傀儡宦官は俺様を買いかぶったことも油断したこともねえしな。それに節意様とは長い付き合いで、彼女は私が臆病だってことを知ってるけど、私を厳しく叱ったことなんて一度もなかった。チッ、獣王子は気にしてねえのに、お前が勝手に気にしてるだけじゃねえか。俺様の足手まといにならない限り、お前が臆病だろうがなんだろうが俺様も気にしねえけどな。しっぽなあ、何しやがる小娘。あっち行け。
なわけねえだろ。ふざけたこと言ってる場合か。で、これからどうする？元凶は私たちを足止めしようとしてる。でも際限なく自分の境界を隠せるわけじゃない。だからここには四つ目の鏡があると思うの。あそこの浮遊島の上に鏡があるみたい。ちょっと遠いけど。しっかりしろ。泣き虫が本当にこの道を通れるとはな。こんだけの年月が経ってようやく成長したってことか。フォフォ、早く通ってください。これが最後の鏡です。あ、後戻りはしたくないけど、まずは私についての質問をしてみよう。封印された際を獣王子の命を遂行するための道具に過ぎません。ムカつくな。あいつは俺様のことをそういう風に見てるんだよな。行こう。この鏡で間違いない。私たち水苑に戻れたんだよね。無事に戻れて何よりです。どうやら獣王子の今日の運勢は悪くないようですね。雪衣様、無事でよかった。ここに来るまでの間、何か問題はありませんでしたか？事情は分かりましたが、今は不縁の心配をしている場合ではありません。水炎はさらに強力な作用によって元凶に引きずり込まれ、沈黙に向かった明佐たちとも連絡が取れなくなりました。フォフォ、もし私とカンアでその妖魔を抑えることができなければ、その役目はあなたが追うことになります。え、あ、私には無理です。雪衣様やカンア様みたいに腕が立つわけじゃないし、戦う時は隣で震えてることしかできないし。そんな風に自分を卑下しないでください。西洋は別の西洋に憑依された肉体を奪うことはできない。これは半眼としてあなたの絶対的に有利な点です。
そうですね。ただフォフォは長年訓練を積んでいるので、あなたよりも西洋に対する心得があります。ですからあなたたちがこのタイミングで無事に戻ってきたことに対して、獣王氏の運勢は悪くないと言ったのです。聞いたか泣き虫、しっかりしろ。今ここにいる獣王氏の連中の中にお前よりできる奴はいねえ。山陽は同盟ではありますが、血肉への渇望から逃れることはできません。だというのに、あなたは今まで妖魔を抑え続け、正気を保ちながら38年間獣王に仕えてきました。あなたはすでに立派な半眼。もっと自分に自信を持ってください。この点においてはどの半眼もあなたには及びません。妖魔を抑える、私は尻尾を抑えられてません。私と尻尾はどちらかというと友達かな。食料なんかと友達になるわけねえだろ。しっぽ、私たちみたいな小さな断片にはもう両元の力なんて残ってない。小娘に簡単に制圧されてもおかしくないんだから、もう強がるのはやめたら。お前は黙ってろ。剣炎は強いですが、あれをいくつかの断片に分裂させることができれば沈黙も可能かもしれません。いい算段だね、半眼様。せっかく盛り上がってきたことだし、私も策を出してあげる。まずは広い場所に移動しよう。例えばあそこの円楽亭とか。わかりました。ちゃんと考えてからにします。フエは元凶の中で私たちを助けてくれた。だから、しばらくは信じてもいいかも。信じないもお前の勝手だけど、私はただここを離れたいだけ。それ以外の目的なんてないよ。私はフエンの計画を聞いてみてもいいと思う。今は他に方法がないから。どうですか、心は決まりましたか。わかりました、行きましょう。Thank you.
カフカ、脚本にないところは勝手にしていい？お前たちも大西洋両元と将軍が激戦を繰り広げた話は聞いたことがあると思うけど、その両元は多くの西洋が一つに融合した存在なの。でも私たち西洋はそれぞれが憑依していた宿主の感情と欲望に染まってる。だから互いに嫌悪して誰とも融合したいとは思わない。まるで一人の頭の中に複数の人格があって常に喧嘩してるみたいにね。例えば両元とか、私たちが倒そうとしてる敬遠とか、強い西洋なら弱い西洋を飲み込んで一時的に屈服させることはできるかもしれない。でもその均衡は外部からの刺激によって簡単に崩れてしまう。将軍と戦って私たちに分裂した両元みたいにね。つまり権限の崩壊を誘発させる。この方法ならいけるかもしれません。権限が分裂して力が弱まった隙に獣王氏が放棄で断片たちを一つずつ封印すればいい。ですがあなたはなぜ同族を裏切るのですか？私たち泉州に手を貸す理由はないと思いますが。理由？西洋が動くのに理由なんている？もしかしたら自分が敬遠に飲み込まれたくないからかもしれない。力技しか使えないあのデカブツが気に食わないからかもしれない。ただ将軍と戦ってみたいからかもしれない。あるいは獣王氏と私を見逃す約束を交わしたいからかもしれないね。獣王氏の半眼たるもの、果たせない約束はしません。それで目の前の危機を解決できるなら獣王にあなたを自由にするよう進言しましょう。ただその後の結果は保証できませんが。はあ、半眼様は本当に頭が固いんだから。分かった、今日のところは私が身銭を切って先払いしておく。その代わり約束はちゃんと守ってね、クグツさん。私とケーンは一緒に航路に閉じ込められてた獄囚仲間だから、お互いのことをよく知ってるの。あいつは力こそ強いけど精神年齢は子供より幼くて、ひたすら勝負に執着してる。私ならたったの見事で奴を自滅させられるよ。じゃあもう少しお前の体を借りるね。私と勝負してみない？お前はウエン？小物のくせに俺に挑むつもりか？俺はすでにこの円輪を陣地にし、獣王氏の犬どもを傀儡にした。将軍さえ来ればすぐにでもあの戦いを再開できる。そんな時になぜ同族で争わなければならない？お前が操る烏合の衆に何ができるの？雑魚がいくら集まったところで一撃で消されるに決まってるじゃない。でも私は違う。私は偶然にも素晴らしい駒を手に入れた。
あの元老を追い払った素晴らしい駒を。元老？元老、思い出した、思い出したぞ。それほどの素晴らしい駒なら俺も欲しい。お前が操る名鎖で私のところに来なさい。私が憑依している七死人を倒せたら、私は甘んじてお前に飲み込まれ、将軍との戦いで力を貸してあげる。どう？よし、決めた。俺も俺の駒たちも今すぐお前を探しに行く。ちょろい。ケイエンの話から察するに、外の名鎖たちは全滅ってことか。役に立たねえな。つまりこれから仲間たちと戦うことになるの？傀儡にも思いやりの心があるの？お前たち、あのケイエンに勝ちたくないみたいだね。西洋から見たらこんなの単なる取引なのに、同族だろうと仲間だろうと、勝利さえ手に入るならできないことなんてない。どっちにしろ今から覚悟しておいて。ケイエンの駒、お前たちの同僚と戦うことになるんだから。あなたたち二人に渡したいものがあります。こちらへ来てもらえますか？あなたもフォフォもケイエンと戦う前にこれを受け取ってください。これは構造師が作った宝器、蔵月の瓢箪。獣王師が手を加えたもので、本来は西洋を閉じ込めるために使おうとしていました。ケイエンに操られている名鎖と戦った後、この中に分裂した西洋を封じることを忘れないでください。それから、あなたの今日の善行は獣王もきっと忘れないでしょう。どうかよろしくお願いします。尻尾、これから危険な敵に立ち向かうから、尻尾も力になってね。へえ、お前強気なことも言えんじゃねえか。足さえブルブル震えてなきゃ信じるところだったぜ。私だって必死に勇気を振り絞ってるんだから。半眼なのに今まで七死人さんの後ろに隠れてばかりで、節医様が言ってた西洋に取り憑かれてる人はもう脱射されないって。だから今度は私がみんなを助ける番なの。やれやれ、小娘に空気を入れられて膨らんだ風船にでもなった気分だ。おい、ボサッとしてないでさっさと行くぞ。フォフォ、からくりの身ではありますが、私も一瞬恐怖を感じました。節医様も怖いんですか？はい、いとも簡単に命を操る妖魔を前にすると私は怖くなる。もう妹と一緒にいられなくなるのではないかと。
節衣様も七し人さんも怖いんだ。私ちょっとほっとしちゃった。そろそろ行きましょう。今から手分けして賢炎に取り憑かれた傀儡たちを撃破していきます。あの愚かな西洋が気づく前に、蔵月の氷炭に全ての西洋を閉じ込め鎮圧しなければ。それって即刑大蛇人を使うってことですか？はい、即刑大蛇人の中心で陣を起動しますので、完成したら請求台で落ち合いましょう。わかりました。強いのにどうして簡単に分裂したりしたんだろう。強ければ強いほど平気で相手を見くびるもの。だから弱さが生きる道に。あれが助けて尻尾。さっきの伊勢はどこに行っちまったんだ。ガツンとくるやつ行こう。さようなら。ガールから離れる。平気か。大丈夫。助けてスバローグ。いや、ガツンと来るやつで行こう。エレシコ。氷炭に入ったんだよね。うまくいって本当によかった。呪文の唱え方を覚えてるか。切って切って兵になれ。我が命に従え。兵符を持って命ずる諸悪退散。さようなら。悪鬼は俺様だけで十分だ。排除する。落ち着いて。釣られていたメイサたちは
私が倒しました。あまり傷つけないように倒すというのはなかなか面倒ですね。あなたたちの方はどうでしたか？はい、ケイエンの断片はほとんど閉じ込められました。なら、あとは蔵月の瓢箪の中にある断片を速形大蛇人に沈服するだけですね。ケイエンの力は剥ぎ取りましたので、もう水炎の諸々に影響を与えることもないはずです。この瓢箪、綺麗。もしかして、先週のお宝？ケイナイフンさん、気をつけて。ジンに近寄りすぎると、めまいがするかもしれないから。平気平気。私、こんなに近くで獣王子の大魔道具を見るの、初めてなんだよね。フォフォ、その女を近づけるな。ないぞ。平気か？大丈夫、無理だよ。早く行け。何してんだ、死んだふりか？しおら、立ちなさい。ガツンと来るやつで行こう。その感覚、覚えておいて。よっ、こんな風情が。厄介ですね。みんな、大丈夫？奴はあまりにも多くの山陽を吸収しました。
こちらの体力が尽きるまで戦ったとしても私たちに勝ち目はないでしょう。勝ち目がないとは限らないぜ。西洋が融合した時に均衡が崩れやすくなる。これは奴が言ったことだ。どうすりゃいいか分かるよな、フォフォ。でもビビってんのか。俺様がいなくなればお前は夢の生活ができるようになるんだろ。もう飽きちゃった。つまらないコマども、お前たちもこっちに来たらどう？抵抗はやめて私のものになれ。勝てないくらいでズルでした。できそこないが、おい、シャキッとしろ。吸収してみたらどうだ。狂ったの、なぜ人間の側に立つ。なぜ、理由が必要なのか。そうだな、強いて言えばお前みてえな小賢しい真似しかできない奴が気に食わねえだけだ。厄介そう。クララも助けて。スバローグ、素晴らしい時はやさようなら。パン、ガツンとくるやつで行こう。呼吸するその感覚覚えておいて。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。勇気を出さなきゃ。隠れろ。痛くないわ。リポップした。やめ、落ち着いて。素晴らしい時、さようなら。これはどうだ。ベレシコ全力。しっぱの努力を無駄にしちゃダメ。
待ちなさい。無傷だ。呼吸するその感覚覚えておいて。殲滅開始。さようなら。バトル体験を改善しないと。2倍速でこんなもん。これはどうだ。フィナーレから離れる。魔を捕らえる。怖くない。隠れろ。ガツンと来るやつで行こう。抵抗するな。素晴らしい時、さようなら。2倍速ってこんなもん。落ち着いて。深刻。深刻を犯す。呼吸するその感覚覚えておいて。素晴らしい。さようなら。一体どうなったのか話を聞いてみよう。フォについていたものは消えたようですね。フォフォのことを思うと、喜ぶべきか悲しむべきか。いえ、やめておきましょう。感情的な思考は私の得意とするところではありませんから。今回は手を貸してくれてありがとうございました。七死人、もうすぐ中央市の増援が来ますので、ケイナイフンも遺憾に送られるでしょう。
効の実、簡単に変えられますので心配には及びません。あなたたちが離れた後、あの子は報告のため中央市に戻りました。今は増援を連れてこちらに向かっているところです。いいえ、奴は生きていて私の帰化の名鎖にまで憑依しました。聖火のせいである西洋は死なない。中央市の幕末天石に書かれていたことは本当でしたね。奴は今力の大部分を失い、恐れるに足りない存在になっています。しかし奴が存在する限り、その危険性も消えることはない。ですが幸い、獣王氏は西洋を沈覆するための砲器を用意していましたので、じきにこの廃墟と化した園林に砲身を張り西洋を封じる予定です。これで泉州は今日の一難を乗り越えられたと言えるでしょう。あとのことは獣王氏に任せてください。私は、いえ、私も少し休んだ方がいいかもしれませんね。何？もう自分の相棒のことを忘れたの？えげつなさで言えば人間も西洋に劣らないな。子供？こいつは名鎖だからお前なんかよりはるかに長く生きてるけど、私がここに閉じ込められている限りこいつの体からは離れない。ハンガンたちがこの体に呪符を張ろうが人水を塗ろうが構わないけど、獣王氏が俗領の命を守ろうとするなら私にも駆け引きをする余地はある。できることならたくさんあるよ、コマちゃん。だって私は常に存在するんだから。同盟が成立する前から私は長い長い年月を生きてきた。そして今後同盟が消えたとしても私は限りない琥珀期を生き続ける。私は待つ。お前たちの気が緩んで水炎の陣が崩壊する時を。時間と機会は永遠に私の側にある。さよなら、また会おうね。
私たち以外にも増加航路が壊れた時に行方不明になった西洋がいるの。さて、ここで質問。奴らは今どこにいて、ラフにどんな波紋を投じようとしているでしょうか。獣王子の慌てふためく姿を見るのが楽しみだな。しばらくここを離れられないから、代わりに七しびとさんから素性さんに説明してもらえる？お願い、彼女きっと心配してると思うから。心配してると思うから。あとのことは獣王子に任せてください。私は、いえ、私も少し休んだ方がいいかもしれませんね。遺憾でケイちゃんから聞いたよ。
よかったらあんたからも詳しい話を聞かせてもらえない？いろいろ話してくれてありがとう。こんなことになるなんて思ってもみなかった。私も水泳にいたら力になれたのに。そしたらケイちゃんも遺憾に行かなくて済んだかも。ああそうだ、ケイちゃんのことなら心配しないで。あの子病床でもじっとしてないから、多分近いうちに連絡が来ると思う。さて私は遺憾に戻ってケイちゃんを見てこようかな。じゃあまたね。まだオープンしてないの？